私はこうやってカバーだとか自分でオリジナル曲とかを歌ってるんですが、ハワイアンのイメージがどうしてもウクレレにはあるかもしれませんが、ハワイアンは私は個人的には歌っていないんですね。で、今日のセミナーもこの後3時からあるんですけども、初心者向け弾き語りコースということで、今日はカントリーロードを最終目標にして、カントリーロードこの道っていうのをみんなで必ず弾けるようにしますので、よかったら興味のある方、あと本当にちょっとしか定員が空いてないみたいなので、よかったら遊びに来てください。では午後なのでちょっとお腹いっぱいで眠たい頃かもしれませんが、私のオリジナル曲で一応 CD とかも出しているので、その皆さんの知らない曲にはなりますが、オリジナル曲を聴いてください。あなたといられたらという曲です。自由に弾いて伴奏して歌える楽器で、結構ウクレレをやってると夏のお祭りだとか納涼会とかに呼ばれることが多くて、割と年齢層の広い会場だとサザンオールスターズの曲をやったりとか、四六時中も好きと言ってと歌ってみたり、お子様の多い場所幼稚園とか行ったらアンパンマンの曲を歌ってみたりとか、何のために生まれて
何をして生きるのかって歌ってみたりとか、どんな曲でも伴奏できるんですよ。でもまあ私はちょっと曲を作っているので、続いてまた皆さんの知らない曲になりますが、 CD になっている曲で、KBS 京都のテレビのですね、あの料理番組で使っていただいている、野菜がたくさん出てくる恋サラダというオリジナル曲があるので、そちらをちょっと聴いてください。野菜の歌を歌いながら気づきましたけど、あの野菜の服を着ておりました。で、あのこちらの今発売のウクレレマガジンという年に2回夏と冬に発行される雑誌があるんですけども、そちらにも今回夏号に見開きでインタビュー載せていただいて、これも歌いながら気づいたんですけど、この時も同じ服を着て、別にいつもこの服を着てるわけじゃないんですけど、たまたまです。ちょっと今の前にあるなと思って恥ずかしいなと思いながら歌っておりましたけれども、あのよかったらね、インタビューとかも載ってるので、よかったら見てみてください。普段こうやって自分の作った曲を歌うことの方が多いんですが、カバーをお届けします。チューニングします。今日この中にセミナーを受けるよという方どのくらいいらっしゃいますか？あ、ちらほらとありがとうございます。
めてウクレレをご覧になった方も、再来週でしたっけね、こちらでこの白いウクレレに自由に絵を描いてそれを持って帰れるというイベントが ここであるそうで、私は来ないんですけどここであるそうなので、多分安いですよね。3500円ですって。チューナー付きです。チューナーってね、今私がチューニングしましたけど、この機械がついてくるそうでね、これ3500円ってね、すごい安いんですよ、ウクレレで。はい、もう なんか見てもらったら分かるんですけど、ピンキリなんですけども、何十万と普通に、まあ、ギターもそれぐらいかかるんですけど、ギターと変わりないぐらい、まあまあいいお値段をするので、お得かなと思います。じゃあちょっと竹内まりやさんの元気を出してという曲をお届けします。では次はオリジナル曲に戻ります。私が実家の部屋で15年飼っている金魚がいまして、飼った時は金魚すくいサイズだったんですが、今は25センチぐらいになっておりまして、まだちっちゃかった頃に書いた曲です。金魚の歌。
ウクレレのセミナーがあります。本当に初めて触る方から受けていただけますので、興味ある方はぜひもうめったに来ないと思うのでぜひ今日初めてこちらの伊丹小屋店さんに来させてもらったんですけど、大阪からバスで来まして、到着したのがイオンスタイルの方の入り口から入るところだったので、入って島村楽器さん4階やのに3階までしかないと思って、イオンスタイルさんが3階までなんですよね。ね、だから違うイオンに来ちゃったと思ってすごい青ざめて1回外に出てわーってしてたのを、もし見た人がいたらあれ私ですよかった、無事にたどり着いて、でウクレレでこうやって曲を作って歌って活動しているんですが、ラジオは朝日放送の ABC ラジオ武田和歌子のピタッとという番組の金曜日に、月に1回聞かせてさんさというコーナーをやらせていただいてます。そして、大阪で実はウクレレフェスティバルというのがありまして、10月の15日日曜日に大阪の堺市ハーベストの丘という農場施設なんですけど、すっごく広い芝生広場にドーンと大きな野外ステージがあって、そちらでいろんなウクレレの音楽が一日中聴けるフェスティバルを私が企画運営代表をさせていただいてますので、よかったらご家族で遊びに来てください。動物もいたりね、芝滑りができたり、本当に素敵な場所なので10月15日お待ちしています。では皆さん割と最後まで残っていただいたり、手拍子もどんどんと恥ずかしくなくなってきた頃かなと思うので、ちょっと最後の曲は私の曲なんですが、ゴーゴーピクニックという曲をやらせていただいて、この曲は皆さんの声がないと成り立たない曲なので、ぜひともお昼ご飯をフルにパワーに変えて歌っていただけたら嬉しいなと思います。ゴーゴーピクニックという曲で、A メロの部分で皆さんにですね、ゴー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 ピクニックというこのフレーズを歌っていただきたいんです。ゴー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 ピクニックです。この言葉を覚えました？いけますか？メロディーがですね、ゴー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 ピクニック、はい、ゴー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 ピクニック、はい、ゴー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 ピクニック、お、はい、ゴー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 ピクニック。じゃあ私が A メロをなんとなくラララで歌いまして、ララ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 ラ、はい、ゴー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 ピクニック、ララ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 ラ、はい、ゴー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 ピクニック、覚えてきた。じゃあララ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 ラ、ゴー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 ピクニック、これ恥ずかしい、ラララ私が一番恥ずかしいねんでゴー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 ピクソン、ララ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 ラ、はい、ゴー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 ピクソン、ララ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 ラ、はい、ゴーゴーゴー、いい感じ。じゃあこのまま歌いますので、私が